リリアン、気がついた？水。わかった。水ね。自分で飲める？しょうがない。心配したよ。暑いからちゃんと水分取らないと。暑い、水分。ごめん、緊急事態だったんだ。目閉じていたから何も見てない。それってつまり見る価値もないってこと？なんでそうなる？ああ暑いな。暑ければあなたも服脱げば。我慢良くないよ。というか脱ぎなさい。私だけこんな格好じゃ不公平。待って、ちょっとやめて。いつから脱がし魔になったの？あなたに言われたくない。もう。ちょっと本当に警戒心が足りない。俺はにとって弟のような存在かもしれないけど、これでも俺は男だ。挑発しないでよ。あなたにとって私は未だに羽のような存在なの？そうじゃなくなりそうだから怖いんだ。かもしれないけど、これも本当の私よ。姉の仮面なんてとっくに暑さで溶けちゃった。そもそももう仮面なんて外そうって言ったじゃない。それって暑さでおかしくなってない？失礼ね。おかしくなったのはだいぶ前よ。誰のせいだと思ってるの？お仕置きね。我慢を一瞬で吹っ飛ばすなんて。弟の仮面外れた？もう最近が妙に可愛く見えるし、思春期だから気の迷いって自分に言い聞かせてきたのに。これじゃ惚れてるって認めざるを得ないじゃないか。絶対姉を慕ってるような気持ちに過ぎないって
思ってたのに。このバカ。バカって何よ。バカって自分の気持ちに気づかないなんて、あなたの方がバカよ。先に惚れた方がバカだから、の方がバカだね。ロナンのくせに私に歯向かうの？いい度胸じゃない。だって姉じゃないんだろ、対等なんだろ。だからもう我慢なんて。お前ら、よっぽど暑さが足りねえらしいな。監視されてるって分かってるのに、そんな堂々と。監視？やっぱりか。え？大丈夫？これはこれは。そうだろう。ビンゴだな。まさか引き金がくしゃみとは。にゃあ！投げ！こんな！そこまでだ。あ、兄貴？お前らなんて格好してるんだ。もしかして邪魔したか？これにはちゃんとした理由がですね。茶番はそこまでだ。今はそんな状況じゃないだろう。あなたは？悪かった。もっと早く来るべきだったね。こんなに高熱を出して。高熱？こんな短時間で？ルクレシアの彼女はまだ若くて体が丈夫じゃないんだ。知らなかったのか。あとは頼んだぞ。はい、任せてください。なぜ？ありえねえ。だって。ごちゃごちゃ言うな。おとなしく連行されろ。この総大将代理の俺にね。とりあえず、嬢ちゃんは別の部屋で休んでるみたいだな。それよりも説明してくれよ。一体どうなってるんだ？突然変身して、驚く間もなく兄貴が軍服着て突入してくるなんて。意味がわからない。ずっと俺たちの居場所を知ってたのか？僕から説明しよう。あなたは？
なんだ、この美貌に見とれてるのか。変装？あのな、一応本物の国王様だぞ。一応とはなんだ、一応とは。え？本物？出ないとお前が城に入れるわけないだろうよ。これでいいかい？言っとくけど、この目は本物だからな。君は昔から僕を快く思ってなかったね。ま、それはいいとして、自己紹介からでいいかな。国王、ジュリアン・シュバリエだ。で、彼は軍の総大将代理をやっている。早く元のポジションに戻りたいんですがね。兄貴が？もしかしてこうなるように仕向けたの？バカ野郎、警備隊の一員になるのはお前の決断だろうが。確かに、まあ。まず謝らせてくれ。君の居場所は多少把握していたが、彼らの素性を暴くためわざと泳がせた。俺もそうするつもりだったから別にいいです。ですが、なぜ彼女を止めなかったんですか？彼女さえ捕まらなければきっともっとうまく。彼女が捕まらなければ今頃君は海に捨てられていたかもしれないね。仮に俺がお前を助けたとしても、悪事が明らかになった彼らはまた闇に潜る可能性が高い。それにもし彼女に何かあってもきっと君が守るだろう。それはそうでしょうけど。念のために彼女に盗聴器をつけたしな。盗聴器？何ですかそれ。その件についてはおいおい説明して、まず君からの報告を聞かせてくれないか。わかりました。やはり局長だけじゃなかったんですね。局長？お前も気づいただろう。この事件、妙に通信が関わっていることが。お前が誘拐された時、警備隊に通信で連絡が入ったんだ。お前がしばらく休暇を取るという旨のメッセージがね。こういう連絡には通話機を使うのが筋なのにな。もちろん誰かが偽のメッセージを通信会社に送るよう連絡したのかもしれない。警備隊にある通信は普通のと違い、セキュリティが強化されている。つまり一般人じゃそう簡単にメッセージは送れない。データ、しばらく通信の局長を張ってたら、お前らが新しいメッセージをゲットしたのと同じタイミングで局長がメッセージを送っているのを確認した。それで逮捕ってわけだ。さっきの説明でいくつかわからないものがあるんですが、一体。悪いが、応急研究機関が発表しない限り、これ以上はただの警備隊の君に教えられない。ま、話はここまでにして、無
様子を確かめよう。あ、俺も。待て。なんだよ兄貴、たとえ国王でもあの人危険な香りがして仕方ないんだけど。それは否定しないが、聞け。お前、警備隊を辞める気ないか？苦しい？うん。ちょっと水飲ませるね。背中起こせる？無理。わかった。ゆっくりでいいから。じゃあ、やっぱりまだ治ってないか。にゃあ。いくら見ても、やっぱりルクレシアの変身って不思議だね。悪かった。俺はずっと、がという可能性から目を背けていた。状況から見ると、確かにあり得る話だったんだ。けれど俺は、なら知らないはずがないって自分に言い聞かせてた。姿が変わっても、まあ、やっぱりだ。どんなに性格が変わっても、元が同じ。俺にとってかけがえのない存在だ。だから、早く治ってね。にゃにゃ。おやすみ。気がつきましたか？グランマ。あれ？私は？そういえば、私、地下に。落ち着きなさい。まさかこうなるとは思わなかったけど、あなたが無事ならよしとしましょう。グランマ、ここって。城の一室ですよ。あなたは数日間風邪で寝込んでいたんです。え、でもなんでお城に？ロナはどうなったにゃ？静かになさい。あなたはまだ体調が万全ではないでしょ。私も詳しくは知らないけど、どうやら陛下と坊やに助けてもらったようですね。入っていいか？どうぞ。よ、具合はどうだ？今のは聞かなかったことにするよ。悪かったな。
君が捕らえられたあの地下牢はこの城の地下に繋がっていたんだ。安全のため君の治療はこちらで受けさせた。ロラン君も無事だ。昨日一日中君のそばにいたんじゃないか。何じっと見て、僕に惚れたかな？その目、本当に金色なんだにゃ。なんだ、この無視された気分。ま、見ての通り金色だよ。正真正銘の王様だよ。この国はおしまいにゃ。まったくひどいな。これでもちゃんとやってるんだけど。ジュリってどんな関係にゃ？あれ、聞いてなかったんだ。私は陛下が幼い頃、専属のメイドとして勤めていたんです。それだけじゃないんだ。まず謝らせてくれ。今回の件、すぐに助けなかったことと、君の両親についてもね。私の両親？そう、君の父親こそが軍の総大将なんだ。え、でもパパは。ルクレシアだからありえない。まあ、彼は正体を隠しながらやっていたんだけど、ルクレシアとの同盟を実現するための極秘任務からなかなか帰ってこなくてね。いいのですか？今さら隠す必要はないだろう。辛い思いをさせて悪かったな。説明してくれる？そうぐるぐると変わる姿を見るのが面白いね。うるさい。君の父親はね、もともとルクレシアの国ラズの出身だったんだ。どういう経緯でこちらにたどり着いたのかは僕もよく知らないが、知っての通り君の母親と結婚してこちらに住み着いた。しかも人望が厚い人でね、いつの間にか軍の総大将まで上り詰めた。ルクレシアって軍に入れるの？ダメだというルールはないけど、実際あまりいないね。君の父親は正体を隠すのが得意で、僕たちが初めてその正体を知ったのは彼が使者として志願した時だったよ。ちなみにこれは極秘だ。知ったのは前国王とこの衛兵長と彼の代理に選ばれたマースだけだ。彼もいろいろと思うところがあるだろうな。どうしてママも連れてったの？帰ってこないというのは失敗？どれぐらいの期間になるかわからない任務だったから、君の母親も一緒に行くってしつこくてね。失敗かどうかはまだわからないが、たまに君の父親から連絡はあったんだよ。まだ帰れないとね。なぜ私に一言も。極秘任務だったんだ。一般人には総大将が任務に出かけるなんて知られてない。
して無事だって。それは私が言わないことにしたからです。グランマ、幼いあなたを騙せても、今のあなたなら父親は生きているけど帰ることができないと聞かされたら不信感を抱くでしょう。それは寂しいですか？違う、私は決して。よかった。教えてくれてありがとう。うん、素直でよろしい。この子をもう家に連れて帰って構いませんか？まあこの調子なら一晩寝れば完全に治るんだろう。マースに送らせる。明日また美味しいパンをいただきに行くね。金持ちのただ食いは歓迎しません。心配しなくてもいいですよ。この絵兵長に毎月支払ってもらっていますから。さすが私のおばあ様。バーヤが好意でおごってくれてたわけじゃないの？じゃあこの前がマースに請求した支払いは？今回の迷惑料として受け取っておきます。かなわないな。あ、そうだ。ん？悪いな。これをつけていたことは忘れろ。よいしょっと。ようやく明日から嬢ちゃんが店当番するのか、楽しみだな。